ね。ただいま。みなさん、こんにちは。今日の一日一言は、不在連絡表です。オンラインショップで買った商品が届いた時に、受け取る人がいない時は、宅配の人が不在連絡表をポストに入れてくれます。受け取る人は帰ってきたら、不在連絡表に書いてある電話番号に連絡します。電話をかけて荷物の再配達を頼みましょう。QR コードも不在連絡表に書いてありますので、オンラインで再配達を予約できます。再配達を頼むとき、何曜日と何時に荷物を受け取るのを確認してください。決まった予定日を守って配達したものを受け取りましょう。不在連絡表に保管期限がありますので、すぐ連絡してください。配達を頼めなければ、買った商品がオンラインショップに返送されてしまいますので、気をつけましょう。バイバイ。YouTube チャンネル、Facebook、LifeForce ページ、登録してくださいね。